というわけでこんばんは。今夜はワンピースバウンティーラッシュの時間です。これを見ている君、今夜も見てくれてありがとう。愛していますよ。ねえ、こんなことを忌憚なく言っていける目になりたいもんですね。さて、このゲームどういうゲームかと言いますと、なんかこうだいぶメンテナンスをやっていたらしいけども、最近こうリニューアルしたらしいというゲームらしいぞ。早速やっていこう。砂の国ガチャ開催。砂の国っていつの話だっけ。だいぶ前じゃねえかな。さあ、とりあえず今回っていうかね、まだ2回ぐらいしかやってないので、なんとも言えない。どういうゲームなのか未だにつかめてないっていうね。とりあえず実装されているキャラを見ていこう。ハンターハンター、グリードアドベンチャーと同じく、かけらが集まると、こう、キャラの、なんだろうね。キャラの解放がされるっぽい。で、今実装されてるキャラがこちらの方々なんだけども、こう、だいぶ最初の方のキャラじゃね？アーロン一味。フランキーもまだ初期っぽいし、こちらの方とかね、この小野寺モーガンじゃないか。もうだいぶ初期の人じゃないこれ。ねえ、他。もう我がキーのコビーとかね。あと今何やってんだろう、ゾロのなんかこう仲間、ゾロの仲間、ヨサクとジョニーとか、だいぶ懐かしくね。あと誰がいいっけ。あとこっちはまだ解放されてないんだが、これこのキャラなんだっけ。黒猫海賊団ね。このキャラ覚えてんだよね、ヘルメット。で、あとアルビだ。このキャラなんだっけ。いわいし、こう覚えてない。この人も黒猫海賊団じゃなかったっけ。違う。放火ドンクリーク。ドンクリークはあれじゃないけどな、赤い犬と同じたしきふみこさんがね、声をなさってらっしゃったと思うんですけども。白ひげは敗北者じゃけ。あとなんだ、キャプテンクロー。キャプテンクローとか、なんかアーロン編までのキャラがこう実装されてるっぽいね。アーロン編と砂の国編で、その中にいる白ひげエースエネルっていうね、これどういうことなんだろう。さ、そんな懐かしのキャラたちを見てもらって、いや、だいぶ懐かしのキャラなんじゃないかな。ヨサク&ジョニーとか今何やってんだろうね。あいつらなんかこう、マジヨサクとジョニー、あいつらなんかイーストブルーで店出したらしいっすよ。さあ、あとは肝心のゲーム内容を見ていこう。さあ、どういうゲームなのかな。なんか陣地取りのゲームってのはなんとなく分かったんだが、さあ、お仲間の皆さんよろしく。いや、正直技が分かんないんだよね。しかし、もうちょっと走るの速くてもよくない？お、なんかこっち戦いになりそう。いまいち技が分かんないんだな。やばいやばい、波対決に負ける。なんか視点がいまいち良くない気がするな。これあとどうすれば勝ちなんだろう。これを維持してれば勝ちなのかな。つか周り味方しかいねえ。お、なんか誰か向こうに行ってるぞ。させねえぞ。サイクロンテンポ。てか、こいつ誰だ。いてててこのナミさん遠距離攻撃なのかな。向き変わらないんだ。
いや、やめて。まだナミさん渡す会ないんだって。渡す買ってみよう。おほほほほ。うまい具合にコンポにならないね。なんかたまにクリティカル的な威力が出るんだな。へえ、味方何やってんだ、助けてくれよ。いや、圧倒的じゃないか。そうかそうか、このナミさんは味方の後ろから援護する方がいい気がするな。これロックオンとかないのかな、これ。サイクロンテンポ、サイクロンテンポめっちゃ強くね。俺の陣地何の用だ。白領や、白領やいねえよ。おうか、渋海トラファルガロー。うわ、なんかゾロが来た。これ買ったんじゃね。お、なんか買ったらかけらもらえるんだね。危なく敗北者じゃけになるとこだった。いや、でもなんとかなったね。へえ、ナミさんなんか強そうなんだけど、あれだね、あの技のクールタイムが長いね。さ、多分ガシャが引けるんじゃない。今回一回引いていきましょう。あ、でもなんかローが出るまでちょっと我慢しとくべきだったかな。まあなんか初回だから一回引いていきましょう。どんなキャラだっけこの方。これは俺は小野手のモーガンじゃないか。いや、でも小野手のモーガンもどんなあれだったっけと思っちゃう。三刀流ナミさん。いや、キャプテンクロー今見ると結構かっこいい感じであるけどね。なんかこうあれだよ、戦国バサラの伊達政宗的なあれがあるよね、刀のあれ的に。ジュープあれ、これ海賊団揃ったんじゃね。まだ出ないよ、モーガン。小野手のモーガン何回出んだよ。うわー、なんだっけ、ゾロの友達、多分ね、ゾロのツイッターとかインスタにいる。いやー、この人はあんま覚えてないんだよな。この人どんなキャラだったっけな。さあ、こんな感じでしたね。あとはなんかこうローが実装されるまで引かない、引かない。ローが来たら引く。トラファルガーロー引きたいわ。といった感じで今回はここまでですね。いやー、本当にどんなゲームっていうか、もうちょっとやってみないとあれだね、いまいちつかめないね。そんな感じです。それじゃあ今回もここまで見てくれてありがとう。それじゃあまた次の動画で。